て、でも結構寒いよね。台湾ってすごい暖かいのに今日だけ寒いね。昨日は20度暖かけと、今日は15度。台湾といえば小籠包が有名だけど、やっぱりあれも有名じゃない？あれって何？ほら、あったかくて、美味しくて、片手で食べれるやつ。あー、シュー豆腐。違うよ。ほら、美味しいやつあるじゃん。何？肉まん。あー、肉まん。食べ歩きとかにも便利じゃない？片手で、うん、しかも今日ちょっと寒いね。温かい肉まん食べたい。結構台湾の肉まんも有名なの。中にはちょっと違う、変わってる種類もあります。しかも安いよね。日本だとさ、コンビニのイメージがあるけど、コンビニだけじゃなくていろんなお店で売ってたり、あと専門店とかもあるんだよね。だから今日はね、専門店に行こう。絶対美味しいわそれ。それにしても台湾の専門店の肉まんはほとんど15円ぐらい。50円ぐらい？日本の半額以下。本当かい？だから今日の企画は台湾の50円しかない肉まんを食べていこう。この動画を見る前にこのチャンネル登録して、私たちのツイッターをフォローしてね。お願いします。というわけで今日ここに来た。ここ初めて降り立った。ここは海店大楼。ここには肉まん専門店が有名なの。みんな買うよ。今お腹の調子もいい感じだから。三十個食べる？三十個大食い企画だっけ今日。今回味わおう、美味しいもの。じゃあ行こうか。行こうか。買ってきました。全部6種類があって、特別な肉まんもあるよね。こんな種類の肉まん初めて見た。じゃあ最初は普通の肉まんかな。うわ、大きい。ちょっとごめんね。まんじゅうは15元でも、この大きな肉まんは25元でも100円しないよね。うん、これあれだ、中がハンバーグみたいになってる。いただきます。中の味が濃すぎず塩辛くないんだけど、小籠包の中のお肉みたいな感じで、お出汁とお肉のジューシーさがすごい。いただきます。本当だ、そんなジューシーな肉まんは食べたことがないよ。おお、中のお肉は本当に柔らかい。日本だと具がぎっしり詰まった肉まんを想像するんだけど、ハンバーグみたいなのが1個入ってる感じで、中身はそこまでぎっしり入ってないんだけど、味がすごい濃厚だから、お肉がない部分もジューシーな肉汁と一緒に食べたらすごい美味しい。こうなのだけも美味しい。染み渡ってるね、肉汁が。次はこれかな。形がちょっと違うよね。花みたい。シナモンロールみたいな感じになってる。上はいっぱいネギがつけてる。いただきます。普通の肉まんだけど中にはお肉が入ってない。でもこれは全部ネギの味で、ネギの甘みが香ばして美味しい。おー、いただきます。これシンプルだけど生地がとってもふわふわで優しい味なんだよね。で、この中のネギすごい香ばしくてちょっとしょっぱい系だから、甘さとしょっぱい系ですごいマッチして美味しい。中にネギを巻いてそれを丸めて切ってる感じだから、どこの部分を食べてもネギの味がすごいするね。それにしてもこのネギは台湾で一番有名なネギ。種類はちょっと違う。これはイーランのネギだからもっと甘みがある。普通のネギとはちょっと違うんだね。シンプルで素朴な味だからこそパクパク食べれちゃう。じゃあ次、ほとんどの肉まんは中には肉だよね。これ全部キャベツ。肉まんの皮って中にはキャベツ。果たしてなんだろう。なんか形もちょっと違う。さっきより大きい。しかもこのデザインが面白い。じゃあいただきます。うわ、待って、キノコ。うわ、美味しい。台湾風に
炒められた野菜炒めが中に入ってる感じで、本当に具沢山。これ結構一つで大満足の味だね。台湾料理屋さんで料理を食べてるみたいな味。キャベツはサクサクと思ったけど、逆に柔らかい、食べやすいね。次にしようか。次は定番だよ。子供も絶対好き。お、なんでしょう。これはまんじゅう。でも味はチョコレート。台湾のまんじゅうはほとんど白いまんじゅうとか、あと黒糖まんじゅうとか。チョコレートのまんじゅうはあんまり売ってないよ。しかも大きい。子供のスイーツとして食べるよね。せーの、うん、これ小さい子絶対好きだね。あとおばあちゃんとかさ、ふわふわしてるから歯とかが悪い方でも食べれそう、うん、こんなの大きいまんじゅうは15元。安い。これあったかいじゃん。だから冬に食べると最高だね。チョコレートを食べるより体に優しそう。あったかいし、お腹にもたまるし、揚げてないし、蒸してるからね。大好きこれ。次はまだスイーツ。肉まんふりして中にはごま、外も少しごまがつけてる。でも中にはごまだれがいっぱい入ってる。食べてみよう。びっくりしたの食べて。なんでかっていうと、普通ってごまのペーストがもうちょっと滑らかというか、これはごまの食感が楽しめる。結構粗めにごまをすってるからサクサクするよね。ちょっとあとお砂糖とごま、本当にその2つだけの味がするから、ごまの風味がすごいする。ごまはもともと甘いから、でもさらにお砂糖も入れると本当に本物のスイーツみたい。あんことかが入ってなくて、もう本当ごまの存在を楽しめる。香りがすごい。最後のハム肉まんじゃなくて、これは台湾にしかないよ。これだよ。存在感すごくない？これなんか見える？桃。あ、そうだよ、桃。まあ、なんか別の人はうんこってこの名前はソウタオ。このソウタオは誕生日の時食べるものです。お祝いのタオズなんだね。そう、でも若いものじゃなくて、もうちょっと年寄りの人の誕生日。日本でいう紅白まんじゅうみたいな存在かな。おじいちゃんの誕生日の時これをあげて、おじいちゃんこれを食べる。実は元々は本物の桃を食べるはずですが、うん、でも桃は季節があるよね。だからみんなは桃の形にして、最後はこんなのまんじゅうに完成した。こうやって中のあんがすごい甘いね。白あんにちょっとカスタードの味がするかな。これは普段の日は食べない？あんまり食べないよ。例えば親の誕生日とか、おじいちゃんおばあちゃんの誕生日とか食べる。じゃあ今引き続き食べてみる？いろいろ、はい、いろいろ。台湾ってこんな種類があるんだね。おまんじゅうとか、くまんとか、すごい種類があって美味しい。よく食べるの？みんなよく朝ごはんとして食べる。私たちがさ、買ったところ結構並んでたよね。ずっと3、4人ぐらいは列できてて。みんなはもし今日は食べないなら冷凍食品を買って自分で盗んだね。日本語の表記もあったからね、日本人でも分かりやすいかもね。これって指させればさ、種類もどういうやつがあるのか分かるからね。実は種類がもっといっぱいあるよね。私たち買ったの6種類だけど、もっともっとあったもんね。ごまだけではなく、ピーナッツも、小豆もあったしね、いっぱいあったね。そう、最後の一口。いや、お腹たまるね。一人三個、三個。ごちそうさまでした。つつ、食べた中でどれが一番美味しかった？分かった、ネギ。台湾には肉まんとかまんじゅうとかの専門店って多いの？多いよ。今回はここのお店だったけど、いろんな地域とかいろんなところでも買えるんだね。でも今回紹介したのは台北でなかなか有名なの名店ですよ。でも注意なのが、そこのお店テイクアウトだけで店内で食べれないんだよね。専門店だからほとんどテイクアウトだけ。じゃあ本当に食べ歩きの時にぴったりなメニューだね。今日はあのネタはいくらだったの？
個買って150元、500円ぐらいかな。いろんな味が楽しめて、うん、結構お腹もいっぱいになるぐらいだったからね。コスパが高いよね。お腹がいっぱい。というわけで今日の動画がおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃバイバイ。この動画が好きならこのチャンネル登録してグッドボタンを押してください。これから私たちのツイッターもあるよ。フォローしてお願いします。はい、それじゃあバイバイ。